あの村中さんお帰りなさいませ。あ、どうも。っていうのも、まあ、村中さんはもうあのロンドンはもう第二のホームシティみたいな感じですよね。あの、ある意味ヨーロッパの拠点になってきたので、それはすごくありがたいことですね。あの、まあ、ちょっとあの経歴を拝見しても、2002年にグラインドボーンで初のアジア人として、うん、舞台に指揮をされている。それから2006年に、カドロンホールでイングリッシュチャンバーオーケストラが、まあ、来週にやりますけど、イングリッシュチャンバーオーケストラ、皆さんもご存知のように、まあ、世界でもうベストオーケストラの一つがありますよね。そこから始めて、そこから毎年ほとんど毎年戻っていらっしゃったんですか。そうですね。でも、あの2006年から2013年までは、しばらく時期が空いたんですけど、その間私何やったかというと、横浜であの、うん、オーケストラを設立して、オペラのカンパニー作ってたんですね。で、その後またあの2013年から ECO との関係が始まるんですけど、ね、で、ちょうど昨年あの国際招聘指揮者というタイトルをいただいて、それでまた活動が、そうですね、あの、で、その去年はまた ECO とのコンサートがいくつかあって、その中で、ウィルトシャーでしたか、あれは、そうでしょう、フェアフォードですね。そうね、チャールズ皇太子が主催というのは、チャールズ皇太子は ECO のパトロンの役者です。そうですね、パトロンの役者。チャールズ皇太子は音楽好きでいらっしゃいますから、うん、それに抜擢されて司会として抜擢されて、ね、去年と今年とやることになってまして、で、去年は本当にあのシューベルトの演奏をしたんですけど、それがすっごく好評だったみたいで、それでそのタイトルもらえたと。素晴らしいですね。で、チャールズ皇太子からお手紙も、そうそうそう、我が家のカホですか。びっくりしました。うちのポスト入ってたの。細かい方でいらっしゃいますね、またね。ということで、まあ 来週楽しみにしているコンサートがあるんですけどね。何を演奏されるんですか。英国人のトランペッターで、アリソン・バルさんという、非常に今有名で、世界各地でやってるんですけど、特にヨーロッパとイギリスで有名ですよね。で、彼女グラミー賞かなんか取ってるみたいで、で、トランペッターなんですよ、女性の。で、彼女とトン・ポスターっていうやっぱりイギリスのピアニストが一緒に共演するショスタコビッチのピアノ協奏曲の1番と、それとあと、まあ、アリソンがいるからっていうんで、トランペットコンチェルト、ハイドンのトランペットコンチェルトをやったと。で、私はオーケストラとあのプロコフィフの古典国曲とベートーベンの4番ですけど、前半ロシアもので、後半ウィーン、あのヴィーナクラシックですから、ウィーン古典派の音楽を、そういうプログラム楽しいです。皆さんぜひ、あの今日の一つのお話のテーマとして、まあ、村中さんにとっても大事なこと、自然と音楽というテーマを大事にされているわけですけれども、これは特にあの日本で設立された、まあ、若いオーケストラの名前を集めたアフィアというオーケストラで、そこで2013年から始めたシリーズ。そのオーケストラアフィアの演奏がちょうどあるので、うん、これちょっと聴いていただいてもいいですか。はい、それをじゃあちょっと見てみましょう。まあ、全部聴いていただけじゃないので、こんな感じでやってますよ。これキオイホールなんですけど、今ホームグラウンドでした。カーカラメンの教師、ここ後ろでコンタクト行くのが本当です。まあ、そんな人たちが集まっている、ある意味日本のスーパーオーケストラなんですけど、まあ、こういうオーケストラが今、私が東京ベースに作ってやってて、これはまあいくらでも大きくも小さくもできる。で、どうやって集まってるかというと、ご縁で集まってるんですよ。うん、で、みんな終わると楽しい楽しいっていうんで、毎回来てくれるんですけど、で、自分が来られない
誰か紹介してもらうと、そうするとその雰囲気に合う人をやっぱり連れてきてくれようと努力するんですよね。だから自分でオーガナイズしてるというのは彼らに任せてる人特徴かもしれないですね。これラベルのマメールロアの終局なんですけど、まあこんなオーケストラやってます。自然と音楽というテーマで、それはなんか村中さんの深い個人的な思いがあるということを伺ってますけど、どういうきっかけで自然と音楽というテーマにたどり着いたんでしょうか。これね、困るんですけどね、東京でフォルジュメっていう、うん、フェスティバル、ね、ガジモト音楽事務所がやってるんですけど、それが今年のテーマは自然と音楽なんですよ。ラダキューってフランス語でやってますけどね、彼も。でも僕がこれ始めたきっかけ、実はその時ロンドンが舞台になってて、2011年の東日本大震災の時たまたまロンドンにいたんですよ。それでその時に自分が何にも日本のためにできないのでもう本当半分のエロみたいになったんですけど、であっちこっち駆けずり回ってイギリスでも何かできないかって言ったけど、なかなかチャンスがなくて、でイタリアにチャンスを見つけて、それで震災の時の追悼演奏会をちょうど2ヶ月後の5月にで、もうともかくその時のプログラムが海がテーマっていうのは、やっぱり震災の時の津波がものすごく印象が強かったので、まあ海に対する思いとかをもう一回自分自身でも捉え直したかったっていうのがあって、でイギリスの音楽も入ってて、ベンジャミン・ブリテンの「Sea Interviews」って、ピーター・グライムスってオペラの間に入ってインタビューですか、感想曲、その感想曲をいくつか集めた組曲で素晴らしいのがあるんですよ。それとかメンデスゾーンのフィンガリングボックスってスコットランドのアレクルー模様をこう再現したのって曲とかね、あとデュビッシーの海ですか。でそのデュビッシーの海やるときに聴衆に向かってアナウンスしたんですよ。この今回のコンサートは実はその東日本大震災のための追悼のために演奏するので、そういう思いで聴いてみてください。ところが音楽もちろん全部そのどう言ったらいいんだろう、モネの水彩画みたいな感じなんですね。で海のいろいろな情景ってどんどん出てくるんだけど、音楽があんまり美しすぎて追悼にならなかったんですよ、自分の中で。で舞台の前に、舞台で音の前にこうやって立ってたら、自然の美しさの方が勝ってしまって、その追悼どころじゃなかったんですよね。なんか鎮魂とか追悼とかそういう話には全然ならなかった。その時に森永さんの中で初めてこう気づいたというのは、日本人としての自然観というようなことっていうのがあるんですよね、うん、それもあるし、それかやっぱり自然の美しさを音楽は表現してるんだったら、そういう無理しないで自然の美しさをこれから表現して、自然と人間との、ね、関わり方っていうのをもう一回考え直したらどうかなと思って、そこから大きな自然と音楽というのがテーマになって、でそれはアフィアでのコンサート、シリーズコンサートでも、うん、でももう一つあるんですけど、その僕らクラシックの音楽家ってベートーベン以降の音楽をすることが多いんですよ。まあイギリスではね、古楽器を使った古楽の演奏って随分やられてて、で特にハイドンがここにいたし、ヘンデルも活躍してたから、そのバロック音楽っていうのすごくイギリス人よくやるんだけど、基本的にオーケストラの音楽とか、まあ、ピアニストでも何でもいいんですけど、バイオリニストでも音楽のレパートリーをずっと見ていくと、ほとんどが18世紀以降の音楽で、それって音楽の歴史から言うと、最初は宗教音楽で神様をこう崇める音楽だったものが、だんだんそれが人の手にもたらされるようになってくるんですよね。ヒューマニスムスっていうんだけど、で人の手に持ち込まれて、今度は人間の視点から周りを見るような音楽の視点が音の中に入ってくるんですよ。つまりね、それは何かというと自然なんですよ。当時こういうビルとか何もないですから、周りは自然だし、山があって川があったりするわけですけど、そういうものを見ながら、昔神様を崇めてたものの対象がだんだん自然の方に移行していくようになるんですよね。それがベートーベン以降の音楽、ほとんど全部そうなんです。だから僕らがやろう演奏会っていうのはほとんどが自然を表現している、あるいは人間の感情だったり、まあ、生きる営みだったり、そういうものをこう表現するようになるんですよね。だから自然と音楽っていうことは、つまり僕らがやってる
音楽会は全てある意味自然と音楽なんじゃないかなということで、ベートーベン以降の音楽をやるということでこのタイトルをつけたんですけどね。すごく大きなテーマですよね、うん、だけどそれが実は日本人だからやっぱり日本と結びつけついてなかった。絶対に誰にもメッセージ性を持たない。やはりあの指揮者としてのアイデンティティとか個性とか、うん、そういったものっていうのはあの世の中大好きでなければできないっていうことですよね、うん、まあ、あのこのインタビューの中にあったんですけれども、まあ、村中さんは、まあ、イタリアに留学されていた時に、イタリアはというかウィーンに留学されたんですね。あの、まあ、西洋文化の中心であるローンまで、まあ、茶道の勉強をしたんですね。ああのそれちょっと興味ある。どうして？いやそれね、面白いですけど、あの、うん、僕ウィーンに留学して4年目ぐらいにイタリアで仕事が始まったんですよ。でイタリア全土でいろんなあのオペラ座で仕事をしてたんですけど、そしたらあの23までは日本で東京大学でドイツ語を勉強して、まあ、いろんなことしてたわけなんですけど、そうするとヨーロッパに出てきてからもただひたすら音楽漬けでヨーロッパの音楽ばっかりやってたら自分の中の日本が枯渇しちゃったんですよ。であのやっぱり何か基礎になるものって人間必要じゃないですか。経験値みたいなのかな。何かを理解するのに仕事の経験もないし、ただ音楽の勉強してきただけだから、そうするともう何も分かんなくて、で自分の中が空っぽになった感覚があって、まあ私たちも、まあ、ロンドンに住んでいるとあの日本人というのを初めて意識するってことありますよね。だけど、まあ、特にあの作曲家とか指揮者とか、まあ、芸術家っていうのはユニバーサルであってもやはり自分のアイデンティティに原点に戻るという、うん、そういった作業が必要になっているというふうに思いますけれども。そうですね、田中さんの場合はそれをスタートで、うん、でやっぱり一番苦しかったのはもうドイツ語の社会なんでドイツ語だけ喋ってたんですよ。そうすると読む方もドイツ語だし、でまあたまに英語の本読んだりするけど、まあ日本の語の本は当時なかったですから、だからドイツ語の本ばっかり読んでたんですよ。そうすると自分の中の日本っていうのは空なんですよ。何にもないわけです。でこれじゃダメだと思って、たまたま文化庁がイタリアオペラの研究をしてくれって言って2年間お金あげるからって、じゃあ2年間お金くれるんだから場所を選ばなきゃいけない。でミラノにみんな行くから、ミラノ行ったらどうですかって言われたんだけど、ミラノで調べたら何にもあそこないんですよね。ないですかね。何にもないの。ペラ座はあるけれども、まあ、スカラあるけどスカラ行ったってしょうがないじゃないですか。もう音楽散々勉強してるわけだからこっちは空っぽになってるわけでしょ。だから何か違うものが欲しい。だからローマに行ったら何かありそうな気がしたんですよ。何がありましたか。案の定その日本文化会館とか、ね、それとあとはあの彫刻とかね、あの遺跡とか、まあ、その古代ローマの遺跡、古代ローマだけじゃなくてあれ要するにルネサンスとか、まあ、20世紀までのいろんなものがそこは混在してるので、あのミラノ行くと大体ビダマイって言って、あの18世紀19世紀ぐらいまでのものしかないんですよ基本的には。だけどローマに行くとその昔もあって、ルネサンス期のものもあり、いろんなものがあるいはエトルリア人の遺跡もあったりするんですよ。でそれプラス日本文化会館があった。で僕は日本文化会館なんで行きたかったのというと、自分が日本的なものを枯渇してたから、やっぱり何か日本的なものにここで出会えるためだったら裏千家があったんですよ。それで裏千家に行ってお茶の勉強を始めたんです。でたまたまそこでいらっしゃった野尻先生という方が弓の師匠で、つまり弓道で禅の師匠で、もう一つ馬術を体得されてたので、まあ、ある意味そのお茶を学ぶに最高の環境で、週に1回ぐらい行ってたんですか。いや、もっと行ってましたね。そうですか、うん、時間があったんで週に3回ぐらい行ってました。今もお茶を続けてるんですか。今日本で続けてるんですけど、すごいですね。でもそこであの、まあ、一括されたのは、お前はあの気が下がってないって言われたんです。気が下がっていない、つまりね、あの人間というのは腹を練らなきゃいけない、つまり物を見るときに、あの目で見るんじゃなくて丹田で見ろって言われたんです。そんなことできるわけないじゃないですか。でお前指揮棒震えるだろって言われたら、案の定指揮棒震えるんですよ、舞台に立つと。指揮棒っていうのはこう先がやっぱりピッとしてなきゃダメなんですけど、
力が腕に入ってしまって指揮棒の先がブルブルってやっぱり震えるんです。でこれが要するにあの素人と玄人を分けるんですよ。でその指揮棒の先が震えないためには力が脱力がきちんとできてない。だからこれ 何事でも一緒だと思うんですけど、その鍛錬をきちんと抑えて、で作動によって指揮棒が震えなくなったんですね。そので要するに作動をするときに、ね、あの茶尺ってあるじゃないですか、茶尺を力を入れないで持てるようになったら毎日自分がやる。その訓練をずっとやって腹を練っていったんです。そしたら指揮棒ピタッと止まるんですよ。茶道と指揮者っていうそういう本を書かれてるんですね。でもね、一番面白かったのは、あのオペラをやってた時にオーケストラピットで、あのオーケストラ前にいて歌えて舞台の上にいるんですよ。そうすると距離があるじゃないですか。オーケストラのはまだいいとしても歌い手さんと指揮棒を持っててコンタクト取れないんですよ、力が入ると。だから気がちゃんと下がってて、きちんとコミュニケーションが取れる状況を自分の中で作っていかなきゃいけないんだけど、それがヨーロッパ式のやり方では僕は無理だと思うんですよ。だからやっぱり日本的な道っていうので、あの腹を練ることによってだんだん気が下がっていったら、歌い手さんをこの辺で指揮台から使えるようになった。そしたら大成功してて、それで東京に新国立劇場に呼ばれた。だからお茶のおかげで少しずつキャリアを築かれていったし、そういうコースだったらいいかもしれないですね。そうですね。